ここからは特集コーナーフォーカスです。今流行っているもの、すごい人、街の噂など話題になっていること、人、物に密着していくコーナーです。はい、今日は何でしょう。今日はですね、世界各国に住む福井県民出身、福井県出身の人とオンラインでつないで、その国の文化や食、流行などを教えてもらう世界の福井さんです。世界にいろんな方頑張ってるね。そうなんですよ、いろんなところに福井県民いるんです。今日の国は日本から西へおよそ8000キロ、ラトビアです。ラトビア。さあ、ラトビアとはどういうことか、どういうところか、私から少し基本情報を説明しますね。ラトビア、正式名称はラトビア共和国です。エストニア、リトアニアを含めたバルト三国の真ん中に位置しています。バルト三国なんか習いましたね、教科書で。もう忘れちゃいました、ね、で、国土のおよそ半分が森林でして、1万2000以上の川、そして2256の湖に囲まれた北欧の小さな国なんです。水に恵まれた国なんです ね。自然がたっぷりで、で、首都のリガは新市街と旧市街が歴史地区とされていまして、ユネスコ世界遺産に認定されていると。もう街全体が世界遺産なんだ。そんなラトビアに住む今日の福井さんは、福井市出身の吉村智香さんです。はい、実は今吉村さんとつながっているんですよ。では智香さん、こんにちは。こんばんは。おはよう。おはようございます。今そちらは、おはようございます。おはようございます。そちらは何時ですか。今3時半過ぎですね。夜中。あ、夜中の午前。牛密時だ。牛密時。午前ですね。遅い時にごめんなさい。すいません。お付き合いください。よろしくお願いします。そもそも智香さんってどうしてラトビアにいらっしゃるんですか。ですね、今一応日本の大学に在籍はしてるんですけど、交換留学のプログラムでラトビア大学で経営学を英語で学んでます。素敵な大学。英語で、英語なんですね。ラトビア語とかではないんですか。あ、そうですね、英語で開講されてる授業が留学生向けにあって、それで世界から集まる留学生と一緒に授業を受けてます。楽しそう。和気あいあいとして。智香さんから見てラトビアってどのような国ですか。そうですね、先ほどのご説明にもあった通り、町自体が世界遺産ということで、本当に町並みがすごい綺麗で、はい、天気がいい日は旧市街の近く、旧市街とか川の近く歩くだけでもすごい気持ちいいです。歩いてみたい。さっそうとここ歩きたいですね。なんか智香さんおすすめの場所とかあります。おすすめの場所は、はい、学生たちに人気のバーがあるんですけど、そこもよく、はい、行くんですけど、店主の方とかもすごい親切でフレンドリー。これはオープンカフェ、レストラン。何ここ。そうですね、みんなテラスの方で天気がいいのでビール飲んだりしてますね。人も結構集まったりするんですね。そうですね、これ特に土曜日撮影したので、すごい人がいっぱいいました。わ、この石畳がまたいいじゃないですか。どこ見てもいい景色で、あ、路面電車走ってる。あ、本当だ、本当だ、ね、ちょっと福井みたい。これ乗っていろんなところ行けるんですね。じゃ あそうですね。あら、こちらはブレーメンの、これは人気の観光名所なんですけど、写真見てもらったら分かると思うんですけど、お花の、動物のお花の部分がちょっとハゲてて、みんなパッチしていくんですよ。金色になってて、ご利益がありそうですね。なんかね、絵本の世界みたいなね。オペラ座、はい、ラトビアオペラが有名みたいで、すごい安い値段でオペラ聞くことができるんです。そうですか。もう聞きました。はい、あ、まだ私は挑戦してないんで。そうなんですね、これからじゃあ。そうなんです、はい、楽しみですね。はい、そして、うん、図書館、これ図書館すごい形、芸術的な、はい、大きいトゲトゲしてる、もう有名なんですね。そうですね、
でたまに勉強しに行ったりします。あ、そうなんだ。なんか勉強できそう、はい、こんなところだと。確かに集中できそうですね。芸術が豊かな町なんです ね、うん、そ, うねそうですね。いろいろ景色見させてもらいましたけど、食も気になるなと思いまして、ね、ともかさんの思い出に残るラトビアの味ってありますか？うん、はい、クリスマスマーケットで食べたポテトパンケーキが思い出の味っていうより思い出の食事です、はい、うん、ポテトパンケーキ、あ、これ、はい、はい、どんな思い出が？なんか私がクリスマスマーケットで食べた時は気温がマイナス15度ぐらいで、マイナス15度はい、記憶が、味の記憶がほぼないんです。外で食べるんですか？そうなんです。このポテトパンケーキって、まあ、ざっくり、まあ、今記憶はあんまりないかもしれないんですけど、ざっくりどんな感じの料理というか、はい、味というか、味、ね、うん、味はすごいシンプルな味なんですけど、はい、本当に素朴な味で、ラトビアの人たちは結構サワークリームとかヨーグルトを乗せて食べるのが主流みたいです。へー、あ、はい、こんな感じで。あ、美味しそう。これ、ともかさんお手製ですか？はい、私が作ったやつです。そうですか。そうなんです。なるほど、サワークリームとヨーグルトをつけて食べるの、うん、なんかちょっとコロッケみたいな見た目ですけど ね、 ね、なんか甘い系かしょっぱい系かあんまりこう今わからなくて、ケーキだもん ね、 ね、なんか想像がつかない。食べてみたい、私、うんうん、食べてみたいですか？どうしたどうした、食べてみたい、どうした、なんか、なんかね、あるね、はい、私事前に情報入手しまして、はい、作ってみました。ちょっと現地の味を知らないので、うん、同じかどうかわからないんですけども、うんうんうん、あのともかさんからレシピいただいて作ったんです。そうだったんだ。ただそのレシピが、あの、じゃがいもをすりつぶして小麦粉、卵、塩を入れて完成ですと書いてあったので、あの、分量が全くわからなくてちょっと私の感覚で作ってみました。ちょっと味見してみてください。ここで、ね、いただきましょうか。はるちゃんお手製なんだ。多分魔法がかかってますよね、多分ね。魔法が、本当だ、ね、初代のね。ほのかさん、見た目はどうですか？うん、こんな感じですか？はい、ちゃんとすごい綺麗です。そんな感じだと思う。あ、よかった。ちょっと焦げ目つくような感じで、ね、いただきます。はい、はい、ガンさんは 何つけました？ヨーグルト？何もつけてないですけど。あ、何もつけずに、うん、じゃがいもの、うん、甘い、うん、なんかつけると、そうですね、ヨーグルトつけてみようかな。はい、うん、現地はヨーグルトをつけて食べるのが主流なんですよね。ねえ、私サワークリームをつけてみます、ね、なんか朝食タイムみたいでいい。いただきます。そうそう、芋の味がこうガツンと。あ、ほんと、あ、おいしい、ね、おいしいよ、おいしい、うん、サワークリームの味が強いかも、うんうんうん、物足りない。なんかね、醤油かけたくなる、うん、醤油かけたくなる、うん、なんかつけ、そう、欲を言えば、おいしいけど欲を言えば何かつけたくなるような。わかります。私もそれでちょっと日本人の舌にはちょっと物足りないなと思って、うん、お好み焼きソースを作って食べてました。そうですね、かもしれない。お好み焼きソース、はい、そうみたいで、ともかさんがそう話してたので、うん、お好み焼きソースも、そうそう、あの、用意したんですけど、ちょっとつけて食べてみてください。 ありがとう、はい、ちゃんと下調べしてあるね。そうなんですね、ちゃんとガンさんつけて、ね、食べましょう、ね、あ、本当にソースだ、お好み焼きの、ね、いただきます。パンケーキ、私も食べてみたんですけど、結構芋の味がしっかりしてますよね。しっかりしてるね、うん、芋が、うんうん、なんかお好み焼きに感じてきた。本当ですか？、うん、私もいただきます。うん、ソースつけると美味しい。なんか相性いい、これ、ま、ね、合うよね。ちょっと青のりとか鰹節も欲しいよね、うん、かけたい。やっぱりやっぱ日本人はこの和風の味が落ち着きますよね。これだ、これ。ともかさんの言ってる意味がわかるかもしれない、うん、はい、なるほど。いっぱい野菜を入れても本当に良さそうですね。それこそお好み焼きになりそう、うん、そうなんです。私もそう思って、あの、キャベツとか入れちゃって、もうほぼほぼお好み焼きみたいな。え、他の国の人たちはお好み焼きのこのソースかけたりはしないんでしょ？しないですね。あれ、なんかオリジナルなんですね。国によってかけるものが違うんですか？そうなんです。あの、結構パンケーキ、ポテトパンケーキってすごいヨーロッパではポピュラーな食べ物で、ドイツの友達とかは、あの、リンゴのジャムとかつけて、あ、いいかもしれない、面白いなと思って。うん、うん、
や美味しいですね、新しい美味しい食べ物を教えていただきました。ラトビア、そして福井と似てるところって何かありますか？福井と似てるところは、場所はあんまり思いつかないんですけど、気候がすごい似てるなって感じて、すごい 冬にあんまり太陽を拝めないところとか今はすごい天気いいんですけど、あと私は進学の関係で今横浜にいるんですけど、なんか横浜とか あの大学が日本にいるときは横浜に住んでて、横浜とか東京ってすごいなんだろう、都会特有の世話しなさみたいなの感じるんですけど、その点なんだろう、ラトビアとか福井ってすごい似てて、なんだろう、穏やかな、ちょっと時間がゆったりと流れてる感じですかね。そう感じるんで、すごいとても安心します。そうなんですね、もっともっとお話聞きたいんですけど、ちょっと時間になってしまったので、最後に今後の夢、目標だけ教えていただけますか？ちょっとやりたいことが多くて、逆にあんまり具体的に決まってないんですけど、夢は、このラトビアでの留学の経験ってすごいどんな目標を目指すにしても絶対役立つと思ってるので、そうですね、こんなすごい貴重な機会をくれた両親とか周りの環境に感謝しながら、明確な夢を探していけたらなって思ってます。しっかりしてます ね。ぜひ帰国したらラトビアの文化とか情報を福井で広めてくださいね。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。世界の福井さん、今日は吉村智香さん、ラトビアから伝えてもらいました、はいはい。